あざといカメラ、キムザーキムト、ユノメとカメラマンのハーちゃんです。まあ前の動画ちょっとスクラッチだったよね。そうや、スクラッチだったで、はい、まあ一等が1000万円当たるスクラッチあったことなんですけど、うらやましすぎるということで。うらやましい。僕もやりたいと。いやでもあれはもともとそのキムママにお金1万円渡したら何を買ってくるんやろうと思ってやったわけよ、うんうん、はい、まさかまあ1万が2万になってもええんやな、これが逆に1000万になってもええんやなみたいな、もうハラちゃんのお金じゃなくなるよなって言われて何を買ったんかなと思ったらまさかのスクラッチやって、でなんかそう一攫千金をちょっと夢目指してあのキムママがめちゃくちゃ削り散らかしとったんやけど、まあ結果的にはあんまりちょっと当たらへんかったっていう。めっちゃもったいない。せっかく1万もらってんやったらもっと有効的に使えたやろ。明日の晩ご飯とかさ、明後日の夢とかさ、なんて変えとってん。これはちょっと現実的に30万円のスクラッチ使おうかな、やるんや、買おうかなと。あのワンピースのコラボしてるやつ、ワンピースかなんか知らんけど、うん、まあ、そんなあるっていうの知ってるんで、うん、でおかんは1万円分、うん、1万円分33枚、うん、なんか当たらん、何枚あるか分からんねん、めっちゃいっぱいある中で33枚で当たるわけがない。まあでもあれも結構いい感じには当たってたけどな。それでも3割しか回収できなかった。3分の1しか回収できなかった。3分の1、うん、頑張るじゃん。3割じゃないか、うん、3割。なんかそんな言い方変えた。どうした。やっぱり30万円っていう設定金額を下げたら、うん、当たる確率上がるんじゃないかと。ああ、当選本数も多いやろうしな、うん、1000万と比べたら。そういうことですね。って考えるとそれをおかんが買った3倍の数を買う、僕は100枚買って宝くじを当てていきたいと思います。なるほど。だから僕結構ね運持ってるんで、うん、当たると思うんですよ30万円ぐらいだったら。ってことは今回キムが買って俺が削れたんです。でも100枚なんで、うん、ちょっと時間かかると思うんですよ、うん、これはまあ TikTok ライブでまた同時にやっていきたいなと思ってるんですよね。ああ、スクラッチ削り配信、削り配信。削り配信、みんなめちゃおもろいと思うんですよこれ。当たるかなみたいな。でもそのさ、まず100枚買うお金とさ、当たった時ってどうすんの。100枚買うお金はハラちゃんがまたご飯出してくれるの、ね、食費を2日分、3日分ぐらい。じゃあ当たったらハラちゃんに返すってことってことにしよう。やって。ってことで30万円当たる宝くじを100枚買ったらいくら当たるか。あれちゃう、何待ってやっていこう。ワンピーススクラッチ30万円ってやつ、はい、はい、100枚ください。前はこのワンピースの1000万のやつ、そう、それやった、はい、ありがとうございます。よし、2、4、6、はぁ、トトン、はい、10枚あります。いや、落としてるがな、これを。ちょっと楽しみになってきた。うん、じゃあちょっと早く家帰って削ろう。頑張る。はい、買ってきました。1枚200円の100枚、うん、2万円分ですね、買ってきました、うん、今回は1等を狙うつもりやったんですけど、うん、まあ、正直ちょっと1等ってなかなか難しいと思うんですよ。当たらない確率のことも考えて、うん、まあ、この2万円分買ったんですけど、うん、いくら取り戻せるかっていう。2万円から上に行くのか下に行くのか。そうですね、まあ、うん、1等が30万でしょ。30万、分からんけど、まあ、まあまあまあ10万とかあると思うんですよ、うん、2等3等って10万とか1万とか当たったりしたとしたら、うん、取り戻せる確率は全然ないことはないと思うんですよ。だよな、はい、確かにな。プラスになる可能性ももちろんあるんで、うん、そこは期待を持って3人で頑張っていきたいと思います。思います。はい、大抵でも多分6000円は超えるかなっていう予想はあるんですけどね、うん、どうするん30万当たったら決めとかな。多分3等分はちょっと割り合わんから、その人の頑張り次第で分けよう。10割を分けようとしたら4-3-3とかさ、4割3割3割みたいな感じで分けるやん。俺が思い描いてるあれやったら、俺9割、ハラちゃん1割、おかん0割でいいと思うよ。ちょっと待って、おかしいやん、お母さんないの、なんも。何する91? 910で910、共演するやん。別にいらん。ハラちゃんはとりあえず当選金額が30やったとしても、元を出してる2万さえ返ってきたらいい。ああ、じゃあもうハラちゃんだから9、9、俺28、
なんでよ、ちょっと待って、お母さんに分けてよだってあれやろ、前33枚削って当たった分、あれ何々したやろ、何々してるやん、誰も金を当たるって言ってたやろ、そんなガメツグ絶対あかんのだからじゃあ2800円あげるわ、大阪のおばはんほんまガメツグみんな見ましたまあおかんはね、もうちょっと納得してくれたみたいなんで、してない、何も言い返してなかったやんしてないわ、もう論破したんでまあ、これちゃ働きしかしないです。バッチリ。はい、バッチリです。あのルール分かった時点で、あ、もうピン当たった。あ、来た。当たった。今からちょっと銀行に電話して、先にお金取りに行きますよっていうのを報告したいと思います。あ、大金やからな。あれかしら電話しとかな、やっぱ用意できへんしな。やっぱ銀行やから、うん、待ちたくないやん。30万やろ。30万やったら身分証明いらんってことなんで、うん、行って金もらって帰るだけなんで、うん、もう30万用意しといてくださいって。もしかしたら30万円3本とか入っとったら60万かもしれない。30万円3本やったら90万。90万やった大丈夫死んでる今日電話かけて行って、うん、明日取りに行くんで120万ぐらい用意しといてもらって、うん、3000万でいいんじゃん全部当たってるかもしれない、あ、全部当たって3000万やな、ね、3000万用意しといてもらって、うん、分かりましたって言ってくれると思うんで、うん、分かりましたって言うかな、うん、お待たせいたしました、みずほ銀行でございます、あ、もしもし、すいません、ですね、今宝くじ買ってきたんですけど、はい、はい、僕宝くじで30万円当たると思うんですよ、はい、かかるという30万かかるというとどういうことですか、あ、当たる、30万円当たるっていうちょっと未来を予想してて、はい、先に30万円用意しておいてもらおうかなっていう感じで思ってるんですけど、あ、できないですね、あ、できないですか、みずほ銀行もお金持ってないってことなんで、うん、今から100万円たちを削っていきたいと思います、はい、お願いします、はい、お願いします、なんで、今僕らグーが全部削り終わったんですけど、1ラウンド結果の方なんですけど、まず一発目1ラウンド削った結果、こっちが5枚ありました、アイコが6枚で、負けが26枚、はい、そういう世界なんですよ、やっぱり負けが多いんですよこの世界、ギャンブルはやめた方がいいってことです、次は僕の持ちカードファーのやつを削っていきたいと思うんで、全部削り終わった時に結果発表したいと思います、31らしいです、お願いします、ただいまパー削って結果なんですけども、31枚中勝ちが8枚、言っちゃったの、うん、パーはね勝ちが多いみたいですね、日本人の皆さんはじゃんけんすぐパーでしましょう、絶対勝てるんで関係ある、ちなみにアイコが3枚、負けが20枚ですね、そうだ、なんで次僕が好きと言っていたチョキですね、まあチョキ好きな理由っていうのはまあいろいろあるんですけど、これが削れ終わった時はまたご報告させてもらいますので、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃあ早速削っていきますか、はい、はい、お願いします、はい、チョキめくっていったんですけど、合計32枚のところ2、4、6、7、11枚、すごい、はい、勝ちが11枚あったということで、これはすごいですよ、やっぱり僕思ったんですよ、チョキ好きっていう理由が、あ、そう、ラブ&ピースのペースとか、勝利の、うん、勝利の V サイン、 V サインとか作ったやん、あとギャルとかタラフク、タラフクの時のチョキとかタラフク、まあ、いろんな意味でいろんな意味でやっチョキ好きって言ってたんですけど、アイコ7枚、まさかの勝ちよりもアイコの方が少ないっていうね、アイコまあまあ少ない気がする、全体的に、アイコってカブトムシの、ということなんで、今のところグー、チョキ、パー全部1ラウンドめくっていったんで、次2ラウンド目めくっていきたいと思います、これで2ラウンド目で勝ちは
とりあえず200円は確定ですねっていう形になるので、200円確定で3個目めくった時点で買ったら1000円、4勝したら1万円、5勝で5万円、6勝で1等の30万円って形になってるんで、早速めくっていきたいと思います。はい、それじゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。開けるとか好きじゃなくて拡張とかちょっとできないんだよね。まあ、この間あのピアッサーであの下にバチンってテラピやってる人を持って TikTok でベロにバカじゃんバーンってやっとって、とか言ってんねんけど、それちゃんと入ってなくてもっぱってやった時だったから。うわ、みんなあれピアッサーで開けてんの最近の方は。いや、ニードルとかちゃうかな、うん、あとは病院でやってもらってる人とか。絶対名札とかいいんやろ。もう絶対名札ってことしたやろ。とりあえず氷で冷やして消しゴム後ろに置いて、そう、名札で開けるの。ピーちゃんがへそが一番痛かったって。へそ痛いってよく言うな。確かに痛そうやな。で、へその穴から背中に向けて行こう。言い過ぎやん切腹やん。ほんまに下に同梱してる人痛そう。確かに、あれ何タンって言うんやったっけ。プリットタン。え、なんなんその人の。タンピ開けて、タンピを拡張していって、で、最終的にベロ裂けさせて、こんな感じ。ヘビみたいな。うん、右左。はい、ということで、自分の手がグーで2ラウンド目全部めくっていったんですけど、負けからいきましょうか。負けが17枚。はい、グー37枚のうちアイコが2枚ですね。勝ちが7枚ありました。ということで、時間めっちゃかかるやん。よし、いい感じ。じゃあこれ24時間企画でやっていきたいと思います。お願いします。24時間やんの。今回の企画は僕ちょっと楽しんでできてると思うんで、前のチョコボールに比べたらあれからね、ちょっと風邪気味なんで、こういう時ぐらい楽しんでスクラッチめくっていきたいと思います。2ラウンド目、次パーですね。パーの1ラウンド目巻くからやっていきたいと思います。はい、負け。これで5勝2等賞がなくなったのか。なんかややこしいな。ややこしい。ちょっとパーの負けの2ラウンド目削っていきました。勝ちが1、2、3、4、5、5枚。勝ちが5枚あって、アイコは0です。負けが16枚。負けが16枚あって、アイコが0で、勝ちが5枚あったんで、合計21枚ということで、はい、この流れをあと何百回かぐらいですね。はい、300回ぐらいしないといけないといけないことなんで。で、めちゃくちゃパニックになること言ったら、第1ラウンドで勝ってるけど第2ラウンドで負けた場合は、第1ラウンド勝ちの第2ラウンド負けっていう部類になって、第1ラウンドで負けてるけど第2ラウンドで勝ってる場合は、第1ラウンド負けの第2ラウンド勝ちっていう部類になって。この机で足りる。足りへんと。うん、スクラッチするための家か。サラちゃんがなんかすごいこと言ってます。はい、ということで次、1ラウンド負けのチョキ2ラウンド目削っていきたいと思います。こっちに向かって、はい、いいです。チョキマグロとチョコボールで挟まし掛けたから宝くじしてなかった。大丈夫。一攫千金やからね。一攫千金やから。ハラちゃんの趣味は、ハラちゃんの趣味はお肉食べることかな。ちゃんそれ趣味って言うの。今回チョキやったんですけど、ちょっと少なかったですね。はい、負けが9枚とアイコが3枚と勝ちが1枚ということで13枚らしいです。はい、これで、1ラウンド目負け分の2ラウンド目全部削り終わりました。はい、次は1ラウンド目アイコの2ラウンド目を削っていきたいと思いますけども、ちょっと派生続けて僕分からなくなってくると思うんで、みんなよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、もう単刀直入に言っていいですか。単刀直入。ね、